光ファイバーケーブルと脱走を利用した地殻地盤構造探査ということで、発表いたします。私は所属が書いてありますように理学研究科の地球物理学専攻に所属しております。このタグサイバーフィジカル AI 研究センターに参加させていただきまして、しているんですけれども、私たちの研究室は、地震や火山の、発生、過程とかですね、それから固体地球の、内部構造がどうなっているかということを主に、調べておりますけれども、こういった主に工学研究科、情報研究科の先生方と共同して、共同のプログラムに入れてもらいましたので、いろんな情報交換をして、共同研究あるいはいろんな情報交換させていただければと思っております。この中で共同研究者、我々の研究室の他に九州大学の根本さんがいらっしゃいますけれども、根本さんはこの、光ファイバーケーブルと脱走を利用した地盤構造探査についてこのプロジェクトの経費を使わせて研究していただきましたが、九州大学に転出されております。あと京都大学の先生とも今一緒に研究をしているということになります。でよろしくお願いします。この光ファイバーケーブルを使った地震動観測というのは古くはですね1995年ぐらいからデータが解析あるようですけれども、いわゆる地球科学の分野で使われたのが2015年、ここに赤色で書いてありますが、18年19年ぐらい、ちょうどこのタフサイバーフィジカルセンターが立ち上がった頃に、増えてきたというところです。でこのシステムは普段我々が使っている地震計とは、かなり違う原理になっています。地震計は振り子の原理を使った、メカニカルにこの振り子が揺れる様子をですね測ることによって電気的に測ることによって その場所の地面の、変異あるいは速度を測定するものなんですけども、この出すと我々言いますが、これはですね、全く違います。こちらに漫画が書いてありますけれども、パソコンの少し大きなものの中にレーザーとそれからそれを処理をするシステムが入っています。で、光ファイバーケーブルに、光パルスを送る。そうするとこの光ファイバーケーブルの中は減衰をせずに、100キログラムに届くと言われるんですけれども、やはり、ファイバーケーブルといえども、不均質がある。でそこでレイリー散乱されてきた波がこちらにまた戻ってきます。でこの戻ってきた波を解析することでこの場所の、振動が分かるということです。こちらに漫画が書いてありますけども、光パルスを入れるとこの散乱波がこのように時間的には振動して帰ってくる。で次のパルスを入れるとまた振動が帰ってくるというふうに、これを繰り返します。でこの1番目と2番目あるいは2番目と3番目のちょうど例えばこのタウアイという時間のところはある場所のから反射してきた波ですけども、そこの波の、位相のちょっとしたズレをですね読むことで、その位相が、地面が全く揺れないければ光ファイバーには変化がないので全く同じ波形を書くんですけれども、少し動いていますのでここの波形が乱れるわけですね。その乱れを、検知することで、その場所の、振動が分かるというものです。でこの光ファイバーケーブルのメリットは、この光ファイバーケーブルが付設してあれば、その端に1つ計測器を設置するだけで、数十キロメーター、50キロメーターぐらいまで側線長のデータが一挙に取れるということ、それから数メーターから数十メートル間隔で測定点が設置可能になります。これ従来、普通の地震計を置いてますと、一個一個に一点一点に地震計とデータローガーを設置するような形になりますので、非常にその効率よく地震動が取れるというメリットがあります。ただ、一方で、この振動が取れるものがですね、この光ファイバーケーブルが付設されているこの方向しか取れないという欠点があります。通常の地震計は上下、それから南北と東西道と取れるんですけども、1成分しか取れないというのがデメリットと言われています。実際どのように使われているかというのをご紹介いたします。これはイタリアのマウントエトナ山というところで光ファイバーを自分たちでこの埋めて設置している様子があります。あるいはこちらはですね、釜石沖に東京大学の方が海底ケーブルを以前沈めていたんですけども、それをそのまま使うようなものがございます。で、基礎研究として埋められている場所、それから多数の光ファイバーケーブルが埋められているもの、それから
である、まあ、FEP 管のような中にですね、多数のケーブルが入っているようなもので、地震動を取ってみると、まあ、大体それなりに埋められているものについては、きちんと地震動が取れそうだということが分かっています。まあ、そういう意味で、まあ、比較的簡便にですね、地中の中に、まあ、地面と接する形でケーブルがあれば地震動が取れるということが知られております。で、実際の観測例ですけれども、これは地震波の、これ普通の地震波形なんですけど、P 波が来て、ここの大きくなっているところが S 波です。それが非常に多数のチャンネルで取れているわけですけども、この地震波の波の、プラスになった方を赤、それから、マイナスになった方を青という形で、非常にたくさんのチャンネルのこの信号を色で書いてあげると、まあ、赤、青がこう連続できている。それから隣り合う点にのこの赤、青がつながってますから、位相が揃った波が連続的に出ることがわかります。右の方に書いたのは、これアイスランドで行われた実験の一つです。P 波と S 波がこう見えてるんですけども、この、5キロから 5.1 キロのところの、S 波にちょっと異常が見られます。ほぼ水平方向になっている赤と青のラインに対して非常にゆっくりとこう斜めになった位相の波があります。これは非常にゆっくり伝播してくる波なんですけども、ちょうどこの地域というのは地表で見える断層上の上にある。で、地表に見える断層よりも少し広い範囲でこういった傾向が見えますから、地下の状況が細かく分かるところですね。100メーター単位のところ、100メーターにわたって非常にこの波が伝播している様子が、100メートル幅の狭い中にですね、波をトラップしている様子が分かるということで、地球科学の分野ではこのような高解像度がありませんでしたので、かなりインパクトのある研究成果として知られております。で、今日はですね、ダス観測により何が分かるかということで、ちょっとここにまとめてみました。まあ、メリットは先ほどお話したことですけども、一つ言ってないのが故障が少ないです。地震計を使って、それを普段はデータローガーを、まあ、いわゆる計測器、ね、パソコンの小さいようなもので AD 変換して、それを無線で飛ばしたりですね、有線で、信号を送るわけですけども、光ケーブルの場合は電線を使わないので、まあ、雷による故障がない。まあ、我々地球科学は山の上でとかですね、非常に過酷な環境でも観測をしますので、そういうということです。デメリットとしては、1成分のみの記録しか取れないことがありますが、他にですね、まあ、光ケーブルを敷設するという場合には、これはかなりの重労、大変な作業になるからということです。で、何ができるかっていうのを少しまとめてみました。まあ、我々の分野の地震学、火山地震学の解析の、まあ、高分解の化が進むだろうと。例えば、地下構造の推定。これは市街地、住宅地にも光ファイバーケーブルが敷設してあれば、そういう今までなかなかやれなかったところが分かる。それから、まあ、活断層。まあ、大きな地震が起きるメカニズムを知ったり、まあ、いろんな意味で予測をするために重要な活断層の細かな構造が分かるだろうと。で、地盤の構造が分かると、まあ、強い振動がどのあたりで、起きるか、まあ、軟弱地盤の場所がきちんと分かるということがメリットとしてあげられます。それから、地震の震源位置とか発震機構を調べることができるでしょう。で、この下に書いてあるのは、多少は私の想像のところも多いんですけども、地震動を調べると地盤構造が分かりますので、例えば河川の堤防監視ができるんじゃないかというふうに想像しております。それから地滑り、雪崩、土石流などについても、これは地震動を生じる現象ですから、それの場所の決定とかですね、それの発生メカニズムなどについてもつながってくるでしょうし、海底であれば津波なども記録として取れる可能性があると思います。その他、交通状況のモニタリングとして、鉄道や自動車、それからのモニタリング、それからインフラストラクチャの検査、監視ということで、まあ、橋とかですね、道路など、あるいは鉄道などについても、解析データが出ているのは報告されております。その他、人間動物活動のモニタリングとして、例えば安全保障と書きました。これは海岸線から、防止日射が入ってくるとかですね、いうことがあります。メキシコとアメリカの境に、光ファイバーケーブルが埋められて、そこで、越境して入ってくる人を検知しているという話を聞いたことがございます。まあ、その他にも大砲の音とか風なども記録できることが知られています。で、今日はですね、TCPI のサービス部門の研究ということで、まあ、そちらにあるキーワード、まあ、交通とかインフラ点検とかそういうことも、多少混ぜながら、私たちの研究室が、私の研究室で進めていることをご紹介したいと思います。まあ、地盤構造探査の話、それから地震動源モニタリングの話という順番でお話したいと思います。で、我々の場合はですね、基本的には国土交通省が、国道などに、敷設している
光ケーブルを利用しています。まあ、こちらに漫画がありますけども、まあ、情報ボックスと呼ばれる、まあ、FEP 管の中に通っている光ファイバーで使われてないもの、これを利用させていただいております。でまずあの国道4号線でのダス観測です。まあ、大崎からそれから仙台の、までですね、このあたりが、仙台駅だと思いますけども、この約50キロにわたる側線についてだいたい測定間隔が5メーターで、チャンネル数と、まあ、9854チャンネル分を取りました。まあ、こういったあの国道4号ですから非常に車が多く通る通ります。で地震度も取れますけれども、ここであの、車の震度をお見せいたします。あのこちら横軸が、まあ、50キロありまして、縦5分間ですが、この少しこう濃い色にこう縦に並んでいるのは、これはあの時速でいくと50キロメートルとか60キロメートルですから、これ多分車の一つ一つの車の動きを捉えているということが捉えています。で例えばこちらあの泉インターチェンジから鶴ヶ谷のところは、その一本一本が見えるより、まあ、どちらかというとあの車がたくさん動いているために、まあ、塊になってしまう。ですけど時々こう白くなっています。でこれはおそらく、まあ、信号によって止まっている車があの動き出して、でまた振動が起きているということだと思われます。でこの後です、この辺りがあの長町リフ断層だったんですけども、ちょっとこの辺りですね、ケーブルの調子あの状況が あまり良くなくて、今回はあのこっちこれの仙台市街地の方はお見せすることはできません。で、あのこの、今回のこの国土4号のデータについては、矢部君といううちの学生が少し解析をしてくれました。先ほどの車が通った時の振動をもう少し細かいあの空間スケール、時間スケールで見ると、まあ、このように見えます。この黒く横に揺れているのがこう地震波形です。で、この車が通った時に地震動が出ますけども、その車が通った後に、そこからこの黄色の線で書いてある方に、あの少し表面波と呼ばれる地震波が伝播しているのが分かります。で、この表面波っていうのは地下の構造によって、速度が速く、地下の速度構造が速いところは速い、それから遅いところは遅いという、まあ、単純な関係があります。で、その、まあ、深さ方向に、まあ地震波速度は変化してますけども、まあ、このデータを使うことで、周波数による違いを使うことで、地下の構造が推定できます。で、たくさんの台数の車のデータを使うことで、まあ、なるべくいいデータを取ってですね、どれぐらいの移送速度で波が各周波数伝播するかという状況を取りまして、そして、逆問題として解くと、例えばこの例では地表近くでは500メートル毎秒ですけども、深いところでは 1キロを超えるような速度構図が求まるということができることが推定できます。でこれをある側線、で調べてみた結果です。これ縦軸に深さ方向です。で横軸にチャンネルナンバーって書いてありますけれども、赤色系が速度が遅い、で青色系が速いということです。で、まあ、場所によってかなり大きく変わります。このあたり非常に青が多くて、低速度層があって、また青い高速度層が、で地形と比べてみると、このちょうど地形区分で山地のところを通っているケーブルのところはやはりあの高速度になっていて、まあ、氾濫平野のようなところはあの低速度層になっているということですから、まあ、地形とよく相関していることが分かる。で実際にあの実情的にはこの低速度相対があるところは軟弱地盤になりますので、まあ、強振動が来ると非常に大きく揺れるということが分かります。ですから、まあ、光ファイバーケーブル上に、このような観測することで、まあ、強振動予測に重要なですね、地盤情報を得ることができるということになります。で、同じような地盤情報の推定方法として、高打波比較化法というのが地震学では知られております。P 波、S 波が来て、ずっとその後に実は地面はずっと揺れているんですけれども、後ろの方の高打波と呼ばれる部分というのは、空間的にエネルギーが、地震波のエネルギーが一緒になることが知られています。ですけども、実際に観測すると、隣り合う観測点で少しずつ、振幅が違います。で、それは何かというと、地盤の最後の浅いところの構造が軟弱地盤であったり、あるいは、硬い岩盤であったりするために、その違いによって振幅に差が出るというふうに考えることです。その原理を使うと、考えを使うと、この振幅比を取ってあげると、まあ、軟弱地盤か、地盤が硬いところがあるかということが空間的に調べるということができるとなります。で実際に国道9号線、京都の国道9号線でしたのがこちらです。まあ、亀岡断層とか盆地なども入ってますけど、P が S r が取れてますので、この後ろを解析しています。まあ、いくつかの地震が取れてますので、それを使ってやります。
で、いろんな周波数帯で、観測して、横軸にこれチャンネル番号で、各周波数ごとにその先ほど言った振幅比をこうプロットしています。まあ、ログスケールで書いてますけども、まあ、亀岡盆地のあたりで大きいとかですね、断層の時にまた大きい変化しているのがありますけども、これ多数のチャンネル、それから多数の、周波数でやってますから、まあ、クラスター分析などを使って、調べると、まあ、いくつかサイト属性、特性に、パターンがある。まあ、ここで5つに分類していますけども、まあ、比較的、地盤が硬いところ、やや硬いところとかですね、それから低周波側と高周波側で大きく変わるようなパターンとかですね、そういうものが出てきます。で、それを地図上にプロットしてみると、まあ、まあ、山岳地域ではやはり、クラスター1とか2という、まあ、比較的地盤が硬いところ、盆地では、軟弱地盤であるとかね、これ基本的に 地盤特性でいうと、砂礫質台地と言われていますけども、そういうものとよい対応がしているということが分かってきました。また、断層があるところで大きく変化するということも、分かってきたということになります。その他ですね、これは、ちょっと地球科学的な側面のものですけども、東さんで実施した例をお見せします。これ、私たちの研究室で初めてやった、ダスの観測なんですけども、まあ、光ファイバーケーブルを通っている、こういう写真を撮ってますけども、地中ゲートという自伝設備のところに、まあ、物置を置かせてもらって観測をしています。で、東さんっていうのは、まあ、火山ですから、こう溶岩流が見えます。これはちょっと特殊な地図で、赤色立体地図と言います。まあ、地形が、強調されるような、表現なんですけども、こういった何か下状の、こう、地形がわかるでしょうか。こういうふうに流れているように見えます。まあ、山から溶岩流が流れて、こう止まっている様子が、まあ、地形から、推定できるようです。まあ、例えばこういったところ、それから南の方にこれたくさん溶岩流が流れている様子がわかります。で、この赤い色のところが増幅特性が大きい、まあ、柔らかい地盤があるところです。で、こういうところはどうもこの溶岩流の先端部に集まっているのが多いということがわかります。一方、浸食でですね、地形が深い谷地形を作っているようなところは、増幅特性が小さい、まあ、硬い地盤が出ているからだということで、まあ、地球科学的な調査にも使えるだろうということは分かりました。まあ、同様のことを蔵王山、近くの蔵王山でも行っています。まあ、お釜がありますけども、レストハウスにですね、その、ダスを置かせてもらって、電気が来ています。自家発電なので、我々も燃料電池を使った電源を用意して、1ヶ月ほど観測させてもらいました。まあ、こういったエコーライン上に観測していますけれども、先ほどと同じように地盤増幅係数を、まあ、この路線上によって調べています。周波数ごとによる違いとかですね、細かなことをこれから丁寧に調べておきますけれども、どうも溶岩流の分布とかですね、それ、先ほどお見せした東さんと似たようなところはもうあったり、あるいはちょっと違うところもありますから、まあ、これから詳細に解析して、その違い、あるいは特徴を調べていきたいと思っているところです。で、これまで地盤の、まあ、構造についてお話しましたけれども、地震の発生過程、あるいは、まあ、この後いろんな振動をお見せしますけれども、そういった振動源についても調べることができます。こちら、東さんの、震源分布です。一切経のある近く、まあ、沼の平とかですね、浄土平です。浄土平のあたりで、よく地震が起きています。まあ、こういった火山性地震が取れますけれども、火山性地震はよく P 波とか S 波が あまりきれいに取れないということで知られています。そうすると震源決定ができないんですけれども、ダスのようにですね、この位相がこう丁寧に終えると、隣り合う観測点に、波が来る時刻が細かく測れますので、そういった情報を使って震源決定ができます。ですから今まで、震源決定ができなかった、火山性の変わった地震、あるいは、まあ、連続微動という、ずっと振動が出てしまうような場合は震源決定できなかったんですけども、そういうものもこのダスの、機械で測定できるだろうというふうに考えられています。で、実際にいろんな方法でその震源を決めてみますと、まあ、分かっているその P 波と S 波がある地震について、この新しい方法を適用してみると、まあ、500メーターぐらいでちゃんと一致した結果が出ますので、まあ、こういった光ファイバーケーブルを使った観測網を、まあ、通常の観測点に併用することでですね、震源決定を行える。で、さらに先ほどお話ししましたように、火山性微動のような、まあ、火山噴火が切迫した時に出てくるようなイベントをですね、きちんとどこで起きているか、あるいはメカニズムがどういうものであるかということが調べられそうだということが、分かってきました。
で最近、昨年のですね、11月から12月については、日本の火山の中でも最も活発的な、桜島で脱層観測をすることができました。このちょうど野尻川と書いてある、この下のところにですね、砂防センターがあります。火山桜島砂防症状に脱層の機械を置かせてもらって、この桜島を一周している光ファイバーを使わせてもらいました。それからこの野尻川っていうのは火山灰が降ってきて、それが雨が降ると土石流として流れます。で、その土石を監視するためのいろいろなセンサーが置かれて、今やられてるんですけども、その脇にも、光ファイバーケーブルが通ってますので、こちらの光ファイバーケーブルでも観測をさせてもらいました。で、実際どのような記録が取れたかというと、これは爆発的な噴火、先ほど写真をお見せしましたけども、その爆発的噴火に伴って取れた地震ですが、非常にこう、位相の揃った波が火口方向から来ているのが分かる。で、これ15秒ぐらい継続していることが分かりますし、それから、桜島の噴火は大きな空気振動を伴います。空振と我々は言いますけど、その空振もきれいに記録がすることができますので、できています。でその他こちらはですね 0.25 から 0.5 ヘルツですけども、もう少し高い周波数4から8ヘルツでも同じようにたくさん記録が取れますので、この周波数をいろいろ使うことによって、爆発的噴火の発生メカニズムをこれから調べようという段階であります。で、この土石桜島での観測では実は非常に幸運なことにですね、この1ヶ月の観測の中で土石流が発生しました。先ほどお話したこの野尻川沿い の光ケーブルがで、土石流が記録されています。右側がこの上流側です。で、左側がこの砂防事務所がある方の下流なんですけども、11月29日の6時過ぎにですね、上流の方からだんだんその黄色のこの振幅の大きな波が伝播していることが分かります。でざっと測ると大体15キロメートル毎時で、土石流が伝播していることが分かりますし、こういったところどころで振幅が大きくなっているとかですね、小さくなっているということがありますから、この土石流 の伝播のメカニズムも調べることができますし、防災という側面ではこの土石流を、きちんとモニタリングできるということが分かりました。こちらについても今調べている最中で、その結果が明確な結果がなくて、申し訳ないんですが、面白い結果が出ることが期待されています。それから、橋の振動も捉えることができています。これは、鳴瀬川の、にかかる橋なんですけれども、ここに1、2、3、4、5、6と書いてありますが、橋桁がこうあります。で、その記録を、こう書きますと、波が200メートル毎秒ぐらいで伝播していることが分かりますし、こういうと節がありますね。全然出てきない。それはちょうどこの橋桁があるところです。こういった面白い振動が取れる。で、それがさらにこう地面の方にも漏れているようなのが少し見えるでしょう。これをどう利用するか、ちょっと我々橋について詳しいわけではないんですけども、とりあえずできることとして、この橋の固有振動数を時間順にこう、時間で調べてみました。縦が周波数です。そうすると、少し卓越周波数が揺らいでいるのが分かります。で、卓越周波数の揺らぎと温度を見ると、温度が高くなると速度が遅くなるという傾向が出てますので、コンクリートか何かのその物性が温度によって変化しているんではないかという、今推測をしているところです。それからですね、車の振動が取られるんですけども、それを細かく見ると、実は非常に単純な、波形になっていました。普通車が通った時に、これ時間軸ですけども、0.8 秒ぐらいのパルス幅で、150ナノストレンぐらいの振幅で取れる。大型車が通ると、パルス幅が広がって 1.4 秒、それから7マイクロストレンとかの振幅も大きくなるということがわかります。これは大型車のサイズ、それから重さが反映しているわけですけれども、縦軸に歪み量を取ってあげて、それから大型車とか普通車の重さを、大体の値が分かりますから、それをプロットしてあげると、やはり過剰によって、歪み量が変わっているということ。それから、道路2車線あって、片車線側に光ファイバーケーブルを通っているので、その位置の違いによっても、差がちゃんと出るということで、丁寧なモニタリング、車の回数、分析もできる可能性があるということが分かりました。
以上、私たちの研究室で進めている データ解析、まあ、まだ一時処理というか、波形を変えたぐらいのものが多いですけれども、まあ、それをご紹介しました。まあ、超高密度波点データの解析によって、まあ、自然現象のみならず人工物の調査、モニタリングが可能ということが分かってきました。まあ、私たち自身は地震学とか火山学に関連した内容のことを探査をすることがありますけれども、もし何か方角的な意味でですね、興味を持たれる方がいましたら、ぜひ、何か意見交換ができればと思っています。まあ、こういった非常にたくさんのデータが取れますので、我々はそのビッグデータの解析技法を、ま、習得していかなきゃいけないと思っております。まあ、AI を利用したりすることで、まあ、地震がや自動車などの自動抽出ができれば、まあ、我々の地震火山現象の理解にもつながりますので、ぜひやりたいと思っています。あとは火山噴火、地震発生などでは即時解析、テレメーター化が必要ですし、ので、まあ、大容量データ通信とかでですね、そういった技術開発も、まあ、必要な分野であろうと思っています。で、こちら最初に書いたものですけども、まあ、このいろいろな分野で、光ファイバーを使った観測、あるいは実験が行えるんじゃないかということで、最後にまた、お示ししました。以上です。どうもありがとうございました。